ヘアリーモカシンはインディアンの苦労出身の戦士。ジョージ・アームストロング・カスター・チューサの第7騎兵連隊に石膏隊として所属し、リトルビッグホーンの戦いに参加した。1876年4月10日、ヘアリーモカシンはアメリカ陸軍に志願し、インディアン石膏隊に加わった。同年に起こったリトルビッグホーンの戦いでは、 同じくクロー出身のハーフイエローフェイスが率いるタイに配属された。タイにはヘアリーモ家臣の他にホワイトマン・ランズ・ヒム、ホワイト・スワン、カーリー、ゴー・ザ・ヘッドがいた。彼らは全員がクローの出であった。この戦いで攻撃対象となっていたスーやシャイアンはクローにとって古くからの敵であった。この戦いではカスターの部隊よりもはるかに敵の数が多かった。 ヘアリーモカシンも他の石膏も口を揃えて勝ち目が薄いことをカスターに警告した。しかし戦火に流行るカスターはこの忠告を顧りず戦いに突き進んだ。ヘアリーモカシンたちクローの者はこの戦いで勝つことは難しいと感じ、せめてアメリカ軍ではなく苦労の戦士として死にたいと考えてアメリカ軍の軍服から伝統的な苦労の戦士の服へと着替えた。 この彼らの行動を敗北主義的と感じたカスターは激怒し、彼らを自分の舞台から叩き出した。戦いが始まる1時間前の出来事であった。ヘアリーモカ家臣たち6人の戦士は、副官マーカスリノの舞台に移り、そこで戦いに臨んだ。リノの舞台は追い詰められたが、ほぼ全滅したカスターの舞台と異なり、生き残ったものは少なからずいた。 ハーフイエローフェイスが率いた6人の戦士も、また、同様に生き残った。ブラックヒルズ戦争が終わった後、ヘアリーモカシンはタイを離れ、モンタナ州のインディアン居留地に住まいを移した。1922年10月9日、ロッチグラスの近くで死亡した。ありがとうございます。